はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、マリオのキノコを描いていきたいと思います。マリオに出てくるキャラクターの描き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。目を取って長の丸で描きます。で、上をくるっと描いて、ここくるくしていきます。で、右目も縦長の丸で描いて、くるくるくるでくるくしていきます。で、上をくるくるくるっと描いて、もうここで、キノコの上のところをこうっと丸を書きます。で、真ん中に大きく丸を書きます。で、こっちにも丸がちょっと見えて、で、キノコを赤で塗っていきます。下の顔のところを肌色で塗っていきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえると嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。